まあとりあえず説明させてもらってよろしいですかで、まああのアムエということなんですけどこの会社は、えー、出来上がったのが1959年今から50年前にアメリカムシガン州エイダグランドラピッツという小さな村で出来上がりました作ったのはジェイバンデルとリッチデボスこの二人は 50年前にこのアンメイというものを生み出すことによってそしてアンメイと出会ったり携わることによって銃になったり夢を叶えたりこうありたいなという人生に自分の人生を寄せていく人たちがたくさん出てこられたらいいなということでスタートしていきます。それが日本にに伝わってくるのは1979年年今から30年前に 日本に伝わってくるんですが世界58の国々そして地域にアムウェイというのは進出して今なお拡大しようとしているという会社です。で、えー、非常にユニークなんですが何がユニークかというとこの今日しゃべらせていただくセールスマーケティングプランルール説明をしていきますがこれもユニークです。しかしかながら僕の気に入っているところは ああ使ってみたいなそして使い出した時にああ使い続けたい、えー、愛用していきたいと思える製品がお求めやすい価格で、えー、手元まで届けてくれるという、えー、製品についてす、えー、すごく気に入っていますでプラン説明なんですが、えー、この、まあ、ルール説明なんで野球選手があのルールブックを読んで野球やりたいなとあの思ったとは思えない3回アウトになると交代ってすげえとか思ったとは思えないんですよ。 でサッカーの有名な選手が子供の時にサッカーのルールブックを読んで「ああそうか手が使えないのか」と「一人使える人がいるんだ」みたいな。 やっってみたたいいと思ったとは思思はえないですよねもっと全然違うものを見てあじゃあどういうルールになっているのかなということでルールを覗き見たことだと思うんですが今日は、えー、そのセールスマーケテングプランという案ムへのルール説明をやっていくことになるのでこのルール説明を柱とするとどういうものが内包されてくるのかなというのを想像とかイマジネーションで補っていただければありがたいなと思っています。でその えー、お求めやすく、えー、いいものを届けるためには、えー、50年前になんと、えー、アムウェイはこういう企業努力をやっていきましたアムウェイ一般のメーカー作ったものを代理店とかに、えー、問屋に手渡りお店に手渡りそして一般の僕たちが買い物に行くという、えーまあ、オーソドックスなスタイルそして、えー、コマーシャルというものを かけていくそして告知していくんだというやり方が今でも当たり前のように世の中でございますが50年前にアムウェイはメーカーにオーダーを頂い,いてお客さんに直接届けるという B2C ですねビジネス・トゥ・コンシューマー通常 B2B と言われますけどこれを思いつき実現していこうとしたんですよね。50年前、えー 注文を全米から頂い,いて一人一人の手に届けようと思ったらどうやって届けたんだろうそしてやってくるオーダーをどうやって管理したんだろうっていったら想像ができない範囲のものになっていくんですがそうやってリッチとジェイはこのアームエをスタートしていきます違いはこの中間にこういうものがないのと誰でも買い物に行けますがアームエはメンバー制になってますよと彼が持っているのはメンバーカードなんですがそのメンバーカードの入手方法からしゃべっていきたいと思います。 このメンバーカードを手に入れようと思うと8400円をアムウェイに預けてくださいとそうするとメンバーカードがやってまいりますでこのメンバーを放棄したいと私はメンバーもいいんですよっていうことになるとこの8400円が戻ってくる形になっていますまあデポジットのような形になっているんですね。メメンバーであることととののリットは何かというと約アムエの製品が 30%オフにななるんんでですすよということなんです、ね、えー、お安く手に入るんですよと、えー、そして特徴としてお使いいただいて気に入らない説、えー、実際封を聞いて使ってみたけど聞いてた方で良くないなとかあとてもいいけど高い私が期待しているものではなく高いわとかとても価格も満足、えー、クオリティも満足してるけど色が嫌いとか。 いかなるものであってもコメントを頂い,いて着払いで送り返していただくと100%の現金をそっくり返済させていただきますよという100%のギャランティーがついているんですよと条件はございますがそういう形で返品制度返金制度を持っていますまた約30%オフで手に入れたものを購入することもやって頂い,いても OK ですよという形にもなっています で僕が興味を持ったのは何かというとここなんですがアムウェイの製品を購入いただくと買い物していただくとアムエの点数がつきますアムエ点数でそれが月間どれぐらいアムウェイ点数がたまりましたかこれによってボーナスをお支払いさせていただきますっていう仕組みだったんですよね。 えー、僕たちも飛行機に乗ると飛んだマイル数が計上されていってそれが何か違うものに変わっていったりしますが日用品の購入をしているとハムへの点数がたまっていってマンスリー月間でそれが何点たまったかによってボーナスが発生します種類がたくさんございます。 ファーストボーナスセカンドボーナスサードボーナスあと SIP ボーナスあとノンキャッシュアワードという形で、えーセ,ールえー、っとセミナーですね海外セミナーのプレゼントとかあったりするんですが今日は限られた時間の中で、えー、なるべく輪郭が見えるようにしゃべっていきたいと思うんですねまず1番目のプランの方からしゃべっていきます、えー 今日この説明をしていく中で一番の肝となるところが今から喋っていくところだと思うんですがファーストボーナスここにアムウェイがありますここにお店がありますでここにあなたがいるわけですよねで僕たちは日用品生活に必要なものをスーパーやコンビニや薬局やデパート専門店インターネット等等でいろんなところで 生活に必要な分だけを購入してますよね。で今日僕おすすめしたいのは何かというと、いろんなところで買っているのをアムエっていうこのブランドに、えー、されたらいかがでしょうかというご提案なんです。でいろんなアムエの魅力の中に関わりを持ってたくさんの方が、えー、接していらっしゃるので、えー、例えば製品のクオリティの、えー、まあ良さ に引かれているもし,はもしくはお求めやすい価格帯だということで雨を気に入っている方もいらっしゃるし、えー、使って嫌だったら補償、えー、がついてるんだったら、えー、とても安心ねとか。 あとは非常に安全規定の高い製品を作っているというアムイの心意気に感動されている方あと注文するとですね地域によって遠くになるとまた違ってくることもあるんですが48時間以内に届けるような給与努力をしているとかあとはメンバーであると買い物すると点数がたまってボーナスがやってくるとかセミナー海外セミナーがあるんだとか。 あとはコミュニティですね、えー、僕もこの、えー、今から24年ぐらい前になりますがアメのメンバーになったことによってまあこんな友達が人生でできると思わなかったなとか、えー、こういうお知り合いができたことによって何かあった時にあの助かるなとか、えー、もしくは、えー、ひょんなことで、えー、人はやっぱり常に人に影響を受けていくんですが人生を変えてくれるような出会いっていうのが もう自分自身の中で驚くほど起きてきたなというそのコミュニティものすごく気に入ってるんですよね。でそういういももの含含め含めれは、えー、触れ合うことによってそして自分の一番好きなところを見つけていただくことが大切だと思うんですが。えー いろろんなところで購入されているものをアムウェイに変えられたらいいんじゃないでしょうか一番大切なのはもうすでに使っているお金がどこへ行くかだけの違いでアムウェイと出会ったことによって新たな出費が生まれるんじゃないですよというところが僕が気に入っているところですね。たたくさん今までで、えー、買ってらっっていらしゃ方方は生活の大きい方ですよねそういう方はたくさん買うものがあるしあまり買うものがなかった方。 まあ独身の男の子っていうのは生活はあんまり大きくないですよねそういう方はあまり買うものがなかったりというその人その人の等身大のショッピングがこういう形の点数という形 PV とアムウェイでは呼びますがポイントバリューという形で計上されていきます。でそうですね、ある方が1万点ぐらいいの買い物しししたとしましょう 一番点っていったらどれぐらいになるかというと、1.82円買い物をすると約1ポイントっていうことになっています。非常にわかりにくいと思うんですね。なので概算として買い物金額の半分ぐらいが点数だと思っていただくといいと思うんです。1万円買い物すると5000点ぐらい、2万円買い物すると1万点ぐらい、200円買い物すると100点ぐらい。 あの強引な置き換えなんですけど身長何センチいて182センチであじゃあほぼ2メーターねみたいな話なんですが、うんえー、後で、えー、少しばかり背を低くしていただくと、えー、等身大の金額になっていくのかなと思いますで1万点ぐらい買い物している方というのは、えー、どういうことかというとこの表を見ていただいて1万点を超えて3万点を下回った方はここに3パーと出てきますこれは何を表現しているかというと 買い物金額の3%がボーナスでやってくるんですよとまずメンバーになっていただいてメンバーの価格ディストリビューターコストになっているとそして今度はこの購入金額の3%自分が使うために買われたものでこの1万点までいった方だったら自分の払ったお金が返ってくるんで、まあ、実質上値引きのような形になりますが1万点ということは2万円買い物していると。 そうするとそれの3パーがやってくるということは23が600円だということなので1万点を超えて3万点以下になってくるということはまあある意味500円だったり1,000円なりのボーナスが発生してくる可能性がございますよということなんですよね。で3万点とかになってきますともう少し大きな買い物をされているので家族で購入されているとか複数で生活されている方々になってくるケースもありますよね。 そうなると買い物金額のこうなってまいりますと6だとなってきますよね6そうすると倍をしますと6万円ぐらいその6%となりますから6636ということで実際は1.82なので3600円ではなく3000円から5000円なにがしみたいな概算として可能性がたくさん出てきますよと。ここはある意味 日用品のお取り寄せカタログの感覚でお付き合いされている方もたくさんいらっしゃるのかなと思いたりしますじゃあこっから以上となってきますと9万点え2倍しますと18万円ぐらいになるのでどう考えても個人ののの消費ではいかなな範囲のものになってきますじゃあ複数で買い物したらいい共同購買したらどうかと。家家族5家族が みんなで買い物すると毎月のようにそういうような買い物が起きてもおかしくないぐらいの点数となってきます18万円のキューパーとなってきますと1万6500円ぐらいですか、えー、ぐらいがボーナスとしてくると、えー、毎月のようにもそうなれば20万ぐらいっていう考え方もできますよねでそれを3家族5家族で分け合っていくのもいいんですがもっと大きな点数になろうと思うともっと複数の家族が えー、アムウェイという、えー、会社とお付き合いしていくということになります。そうすると大きな買い物が行われるので大きなお金がやってきますよね。そうすると複数で集めた場合どうやって分けたらいいかっていうこれわからないと思うんですが、えー、それをですね査定方法としてアムウェイはこういう提案を50年前からやってきたんです。まず複数で集めた場合をやってみましょう。A さんが B さんをご紹介し、えー、B さんは C さんと D さんを、えー、紹介したとで皆さん1万点だとしましょうすると1万点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 なので皆さんの、えー、合計を表現しますとこれは4万点だということになっていきますよね4万点だでこれ B さんチームで見ると3万点ですよね C さん D さんチーム、まあ、1人ずつですけど1万点1万点さて 誰に大きくやってきたお金を手厚く払っていったらいいんだろうか A さんでしょうか B さんでしょうか C さん D さんでしょうかよくそれはもう聞かなくてもわかるよと A さんだろうっておっしゃる方いらっしゃるんですが AMUE は B さんをまあ大切にしていくというプランを構成してきたわけですまず計算してみましょう4万点は3を超えてますから6% 買い物金額の6%なんで1.82倍しないといけないんですが皆さん1.82倍なんでこの場合通分させていただいて比率を出していきたいと思います4万の6%は白く242400円さてこの2400円を4人でどう分けるか B さんは3万点なんで同じく6%ということになりましてサブ68800 18円。 B さんチームが1,800円で A さんチームが2,400円だったらこの差額に相当する600円ががの取りり分だとということがえ分かりましたじゃあこの B さんチームにやってきた1,800円をどう分けるか、えー、C さんと D さんは一人っきりで集めてます1万点1万点は3%なんで1万の3%は300円300円となりまして1,800円に対して300300 300なら1,200円だと。 六百円、千二百円、三百円と先ほど説明させていただいた通り B さんにこういう形にやってくるようになっている。要はお使いいただく個人差ってそんなに大きく差は開いていかないですよね。大家族か一人暮らしかみたいな差になっていく。それが紹介していただいている量というのはこれは大きな差になっていきますよね。それをパフォーマンスの差としてこういう形で表現していくということなんですね。なので。 あとはたくさん人数がいて、えー、いらっしゃるグループというのは大きい買いいい買物ににななっていくとうことになりますそして数字を実際当てはめていった時に、えー、誰がおいくら取ってるかというのが出てくるということになってくるんですよねあなたから始まってあそうかいろいろ買ってるなとそれをアームェブランドに変えていこうかっていう人があなたから始まってどれぐらい出てきたでしょうかっていうことなんです。 当然たくさんいらっしゃれば大きい買い買物になるしかしながらたくさんいるんだけど皆さんスーパーやコンビニエンスストアで買ってらっしゃったら当然小さいグループになっていきますよね。なので声なくアメブランドを愛する人がどれぐらい出てきたんでしょうかそしてその「声なく愛する」に匹敵するだけの素敵な商品が素敵なアムウェイ製品がこの中にあるんでしょうかということを自分で体感していただいて。 えー、経験していいいいただくののが一番いいのかなっていうそういう経験される方がたくさん出てきたときに、えー、毎月、えー、ご購入される方が出てき、えー、安定した点数が出てくるようになるんですよとでこれは概算ですが9万点ぐらいになってくると、えー、例えば、えー、家族数が3家族とか5家族になってくるとこうなり、まあ、ボーナスとしては9万点から18万点弱ぐらいになってくると12万円になってくる可能性が出てきます。 でこれは、えー、形、ケースにもよりますね、えー、当然えー、っとどん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 自分が伝えていく自分が紹介していくっていう横が広がっていくと収入は増えていく形になりますし、えー、伝えた人がさ,さらに、えー、伝えてっていう形になると安定度が増していくっていう傾向が、えー、ありますでその中で18万点ぐらいになってくると2、3万円で。 えこれは概算ですが、三十六万円ぐらいになっていく、三十六万点ぐらいというと、十家族、十五家族、独身の人が多いんだったらもっと大きい人数になってきますが、こういう中愛してアメニティ品を使っていただくと、三十六万点ぐらいになってき5、五六万とかえなってくるケースも多々出てきますよね。逆に言うと、三十六万点ぐらいになってきたら5、五六万ぐらいの収入が丁寧に安定して入ってくるような。 えー、グループ作りを目指されるのが僕は好ましいと思っているんですね。で先ほど言ったコミュニティとっていう話をしましたがこのコミュニティが、えー、素敵なコミュニティであればどん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 広がりやすいですよね。ああこんな素敵な人と出会えるんだったらいいなとそれが逆だったらなかなかうまくいかないですよね。だから一番大切にししししててほほいいいのののはは僕製品の魅力を重々理解してしいと,いうことととうこ 出来上がっていくるコミュニティが素敵なものになっていくということを、えー、まあ、意識していただくのがいいのかなって思うんですよねで、僕がアムエの話を聞いたときにこの5、6万ぐらいの収入が副収入であったら僕としては風景が違って見えるなって思ってスタートしていきましたそれがたとえスタートして1年後、5年後、10年後でも僕にとってはありがたいなっていうものになるなと思っていったんで、えー、コツ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 やっていったことを覚えています で60万点になってきますと、えーまあ、グループの構成にもよってきますが10万前後そして100万点ぐらいになってくると、えー、形に本当に、えー、よりますが20万とか15万とかいう形にもなってくるケースになっていくと思います、えー、大切なことは、えー、人と人のつながりから生まれてくることなので、えー、やっていくことは単純ですよね、えー。なかなか今日はこういう形でスラスラスラと書きましたがなかなかこうはいきません。えー、やっているとですね うん考えてみるよとかねなかなか伝わらない僕もおかしいななぜだろうと思ったんですが何が難しいかというとああそうだねと理解するのは簡単なんですが習慣で買い物してますよねこの習慣が変わるのが難しいですよねでもそれが丁寧にやり続けていくと習慣が変わっていくので変わっていくとまた変わりづらいわけですよねだからやっていく中で難しいものは一体何かというと習慣を変えることが難しい で習慣が変わってしまうとそこに習慣性が生まれるので非常に安定していきますよというように捉えていただくのもいいのかなと思ったりしますこれが一番目のボーナスとなりますあなたから始まってどれぐらいの買い物が進んでいくことになったでしょうかっていうところですねでは2番目2番目の えー、ボーナスとなりますが100万点を突破すると計算上自分は21%になりますからあなたに伝えた人も21%なんで計算上一緒になってしまいますなので、えー、独立した形をになっていくわけですねそれと同じようにあなたの伝えた A さんっていう方から始まるチームが100万点になっていくと買い物金額の21%がやってきて21%を渡す形になるのでいらっしゃってもいらっしゃらなくても同じ形になりますよね。 なのでスピンアウトする形になっていきます要は、えー、あなたのグループから別計算離れた形になっていくんですねこちらへさようならとなりますするとグループがこんなにあったんですがいなくなった形になりますから点数がガタッと下がりますよねでそれに付随してボーナスも下がっていきますその時にセカンドボーナスとして、えー、これはリーダーシップボーナスというんですが えー、プロデュース量みたいなもんですね、えー、2番目のボーナスがアムエから発生しますこのグループの、えー、買い物金額の、えー、4%、えー、これに、えー、その他の SIP ボーナスもあったりするんでプラスアルファということなんですが4%約、えー、ここに100万点あるという状態をキープするならば7番何がしのボーナスが、えー、セカンドボーナスという形でやってくるんですね。 例えばここが100万点、えー、独立チームが2系列となってくると7万何がしプラス7万何がしプラス100万点のこの1番目のボーナスそして、えー、プラスアルファ SIP ボーナスなどと計算されてやってくるんですが1番目と2番目が、えー、1番目は1番目2番目は2番目でやってくるというのを持思って頂い,いたらいいと思うんですね。 まずミュージシャンとして活躍されてですね自分が成功していったそしてその後プロデュースをしていくことによって違うユニットが世の中に出ていってプロデュース量が発生するというケースがありますがそういうふうに見立てて捉えていただいてもよろしいかなって思ったりします。これが2番目のボーナスですねでは3番目のボーナスを説明して終わりにさせていただきたいと思います。 3番目100万点というものが年間何回達成することができたでしょうか1回3回6回12回当然安定度は12回に近づくほどあるわけですが名前がシルバープロデューサーゴールドプロデューサーダイレクトディストリビューターファンダーズ DD と、まあ、出世魚のように名前が変わっていきます。で DD、になりますと アムウェイのスタッフの方の直接コンサルを受けるようになったりという形になっていくわけですがまず目指すのは DD 以上のです、ね、平均年収が340万前後という数字が公表されていますがそういう形になっていきます。 ほとんど、えー、自分のお仕事を持ちながらセカンド、えー、インカムもしくはトリプルインカム、えー、という形で、えー、付け加えていく形の収入形態として取られている人もいたたいらっしゃいますよ、ね、200万点になりますとルービーという称号が、えー、出たりしますで。ここから先ですがあなたから始まってないくつのグループがスピンアウトしていったのかそして この年間6回以上という形ですけど、DD、レベルになってきたんでしょうか3チームの人たちがなってきた3つのグループが独立していったそうするとあなたのことをエメラルド DD と言いますねエメラルド DD でこれが6チームになりますとダイヤモンドモンド DD って言われてきます。 でエメラルド DD 以上の人の平均年収が900万何がしでダイヤモンド DD 以上これこの先もございますがダイヤモンド DD 以上の平均年収が万何人の人の、えー、とスタートしてから独立するまでに携わっていったかっていうのが評価されていくっていうことになりますよね。チームがなりますとエグゼクティブ、えー、ダイヤモンド,、えーダイヤモンド えー、12チームがなりますとダブルダイヤモンド15チームがなりますとトリプルダイヤモンド、えー、18チームがなりますと、えー、クラウンで20チームがなりますとクラウンアンバサダーという、えー、称号になっていきます。が トップ10の人たちの平均年収が1億を2,000万何かし超えていくぐらいの平均的な数字になってくるっていうのがまた数字公表されてるんで見ていただいたらいいと思うんですね。要は元に話が戻りますが僕たちは生活してるわけですよね。車だったらここれじゃないといけないいいとととけかか私は服は服のブランドが好きよとか え何々に関してはこうではないといけないっていうこだわりを持って生きてるケースっていうのが多いんですがえこと日用品に関しては何かあの近くに行ったらそれがあったからみたいなえこだわらずに買ってるケースも多々ありましたと僕の場合そうでした。それをあじゃあアアムムブランドアムエ製品にこだわってみようということでえ買い物が始まった時に。 えー、じゃあ僕もじゃあ僕もと寄り添っていただける方が出てきてそうするとあなたから始まってどれぐらいになりましたかっていうのが1番目そして100万点を超えるとスピンアウトしていくっていう話を先ほどさせていただきました結局この部分ですよね、えー、こだわってなかった日用品をこだわるようになると、えー、こだわり人生の中でこだわり続けたいものをさらにこだわっていくことができるようになりますよっていうことになっていくのかなと思ったりしています。 手に入るものは経済的余裕、えーまあ、自分の人生を生きるための予算バジェットですよね、えー、バジェットを獲得できるあとは、えー、時間的な、えー、余裕のある、えー、生活を目指したいなとそして仲間と、まあ、大人の文化祭って僕は呼んでるんですけど仲間とワイワイなんかあの時みたいだねなんて言いながらあの盛り上がれるっていうのも楽しさの一つだと思うんですね。あの海 を見たことのない方がいらっしゃってで海を説明しようと思って海まで行ってコップに海水を汲んでまた戻ってきてこれが海だよって説明しても伝わらないと思うんですよねうんバタフライしたいとは思わないと思うんですよねで今日はその大きな雨というビジネスの中でコップ1杯のアムエを汲んでまいりました えー、どこまで伝わったかわからないんですけどこれが、えー、扉となって、えー、ぜひ何か触れていただく機会があればあの楽しいなと思っておりますので、えー、ぜひとも、えー、興味を持たれた、えー、興味の延長線上にあるものをまた見つけて頂い,いたらいいなと思います。ということでまたよろしくお願いします。山崎匠